どうも、コーズです。今回ですけども、17期研究生の人気に法廷とこさんが思うことということで、第3弾目、コメント披露動画ということで、第1弾は5人まで、そっから、誰まで行ったっけなぁ。ここだ。ここまで行ったな、多分。で、まだまだあるんで、29件もいただいてるんで、ちょっとそっから続きからね、触れていきたいと思うんですが、どこだ。どこだどこだどこだもう完全に今迷子になってるわ。あ、ここだね。ここから先だ。私は推していたチームメイトがメンバーが卒業して、卒業した後はオタクの目線に下がるかなと思って、チームメイト解散コンサートの翌日、思い出時にそれこそメンバーの名前の知らない状態で17期研究生に最前に座り、橋本研究員からレッスンをもらい、沸きました。橋本研究員レス上手だよね。そして翌週のリアルお話し会で卒業発表したメンバーの件でおしましで会いに行ったらすぐに認知されてハマってしまいました。橋本研究員は認知力高いという話題です。でもオンラインの方が売れてんだよね。現地で売れるともうちょっとねあれですけど、楽しいお高と続けています。だからこういうことができるメンバーは重要だし、運営はピックアップした方がいいよね。オタクちゃんと引き止めてる子。なるほどね。17期は今正念場でしょうね。18期が入る、19期も近々入るとなると握手会が復活しても握手タイムの見直し、など必要。多忙すぎて自分でショールームが、だショールームもさ、村の中のコンテンツなのよ。なんか外部にアピールするコンテンツではないからさ、なかなか難しいよね。ファミだったらその日に CD 買えるので即握手はできますよ。あ、まあ確かに。でも単価高い問題あるじゃない。AKB が人気あった時に加入している後輩が注目される仕組みを構築しなかった時点で積んでる。同期の大切さを理解せずに若手エースという肩書きつけて一人前に出して消えての繰り返しをやってたけど今もノウハウがない。まだ16期もぶっちゃけそうだよね。ズッキー一人勝ちみたいな感じだったもんね。今でこそようやく田口真中さんがさ、ちょっと盛り返してきたけど、とはいえじゃん。何年経ってんのよって。8年後よ、それ。ね、しんどいよね。一番注目され、初お披露目、薄貝劇場数人のおじさんの人。難しいよね。劇場公演終わりのハイタッチ会復活させてほしいです。どうでしょう。もう今、お見送りがあるだけでもありがたいと思うけどね、個人的には。里芋はあんまり寄されてるの全然。いや、でも意外とそうでもないと思う。佐藤愛理ちゃんは多分普通に人気出てくると思いますよ。単純に今、オタの総数が減ってんだと思うんだよな。選抜経験者間ならこの結果だし、先輩受け、よくシンポジオ覚え公演出るミズミンぐらいですね。そのミズミンが伸びてる。そうなんだよね。だからやっぱ劇場公演、もっと頑張るといいんじゃないですか。17期全員可愛いけど、研究生のままじゃ売れれる子も売れない。昇格ってそんな大事かね。会社がもう AKB ってのはそうなんですか。17期はプロ意識の低さが感じられる。17研究所を見ても、ネモースを見ても、まとまりがなく。まあ、今時の若いチャンネルですよ。まあ、それしょうがない。だからこそ、オタクが求める対応ができる子ほど相対的にファンを獲得できるということですよ。研究生ご了承しすぎ、もともと推しが卒業したからといって、ファンがそのまま研究生に流れるわけでもそうなんで、だから研究生にフックさせる施策があんまないんだよね。逆にその囲い込んじゃったがために、その一難研究所とか囲い込んじゃったがために、流入が困難になってるよね。ジナキ管理投資から見てましたが、もともと推しが卒業してまで握手会に通う気になりません。だそうなんだよ。こういう方結構多いと思う。俺ですらそうだもん。言い方悪いかもしれませんが、今の研究室ってある程度完成されて成長する過程を見れない。ね。だから、あとはまあ劇場公演があんま当たんないっちゅう。まあ、当たる人めっちゃ当たってますけどね。のもあるかな。そう。なんか愛着が湧くには、なんか接点が少ないんだよね。秋元先生プロデューシング会がスケジュール通り初日を迎えられませんでしたね、これね。リストラ後の新体制といったら特別新しいことがなく。まあそうだね。まあで、なんかその、超新星みたいな扱いの子って大体 AKB うまくいかないです。光宗薫とか矢作萌香とかさ。
うまくいかないっす。ダメなの。だからやっぱ難しいよね。だまださ、三重師みたいな売り方のがまだいいんじゃない？あの、西野、小島、岡田奈々みたいなさ。もう少しイベント増やして、だからアンレムよりテントウムチなんだよ。テントウムチなんじゃない？そのやるべきは。そしたらオタク刺さるんじゃないですか。もう少しイベント増やしてほしいですね。エイトっぽいことして、だ外イベ、なんでさ、過去の成功体験から学べないんだ。エイトのだってパッケージなんて、いかようだって擦れるじゃん。ね、撮影 OK にして外イベにするっていう。もうただそれだけですけどね。なんでなんでしょうね。いや、マジで謎。せっかく会場行っても直前撮影禁止。そう、撮影禁止とかマジで謎。だって今この SN 時代、SNS 全盛期に、その撮影負荷は、あんまどうなの？マジでどうなのっていう。スマホのみ撮影は一番良くないよ。なんだ、動画だったらいいかもしんないけど、スマホのみでね、接近戦で。でもそれ以外は別にスマホのみ撮影可能で、遠くのなんか荒め写真を撮らされてもって感じじゃん。だし、なんで一眼レフ撮影可能がいいかっていうと、高画質な写真が SNS に流れることと、あとそれを在宅が見るっていうことで、在宅と現場が交わるんです。そう。だから現場だけが楽しいとか、在宅だけが楽しいじゃなくて、在宅も現場も楽しくなってくんですよ。その写真という成果物がアウトプットされることによって、まあもちろんその写真のセンスのない人とかが、クソみたいな写真あげるってこともあって、それメンバーが嫌がるみたいなのもあるんですけど、まあそれはだからもう単純にいいね数の低さとかで明らかになるから、それはもうお前の写真人気映像で気づけっていう感じっすよ。まあそんな感じです。コメント拾い終わりました。29件ありがとうございます。3部作になってしまいました。いかがだったでしょうか。ぜひぜひチャンネル登録、高評価、そしてコメントお待ちしております。ご視聴ありがとうございました。どうも構図です。今回ですけども、今月は満ちるという楽曲ついにプロデュースいたしまして、楽曲プロデュースね、構図アンダーグラウンドフューチャリングの、楽曲プロデュースは結構ね、曲数も出てきているんですけれども、まあ、今月は満ちる、これは指原莉乃さんが HKT メンバーに書き下ろした公演の、表題タイトルになっているわけですけれども、僕なりの解釈で歌詞を自ら書いてみました。全くサッシーのね、今月は満ちるとは全く別の楽曲になっていますが、まあ、王道アイドルソング調であるということは、似ています。なので、ぜひね、音源化されていない指原伝説の、今月は満ちるを思いながら、コーズアンダーグラウンドの今月は満ちる、ぜひ聴いてみてください。MV 公開中です。どうも、コーズです。私がプロデュースしたアイドルソング、ファーストシングル、先に好きと言えなくて、ついにリリースになりました。アイドルオタクかつ楽曲派の私が、実際にアイドルが歌ってみたら最高なんじゃないかという曲を作ってみました。ぜひ、各種配信サイト、そして MV は YouTube にて公開中。ぜひ、チェックお願いいたします。